ベルリオーズの最後の写真、ベアトリスとベネディクトは、エクトル・ベルリオーズが作曲した二幕からなるオペラ。1860年から1862年にかけて作曲され、ベルリオーズが最後に完成した大作となった。シェイクスピア風のオペラと銘打っており、シェイクスピアの擬曲、カラ騒ぎを原作として、ベルリオーズ自身がフランス語のリブレットを書いた。 1860年の夏、ベルリオーズは、バーデン・バーデンの音楽祭に赴いた際、音楽祭の主催者で同地のカジノの支配人であった、エドアール・ベナツェから、新たに建設される劇場のための短いオペラの、作曲を依頼された。ベルリオーズは、この依頼を受けると、ローマ留学を終えて間もない1833年に、着想したもののそれきりになっていた。 唐騒ぎのオペラ化を実現することに決め、パリへ戻ると、直ちに作曲に取り掛かった。持病や評論の仕事、オペラ、トロイアの人々の上演交渉などで作曲はしばしば中断したが、約1年半後の1862年2月に完成した。初演は1862年8月9日、バーデン・バーデンの新劇場で、 ベルリオーズ自身の指揮によって行われた。パリの初演は、ベルリオーズの死後、1890年のことになった。ベルリオーズは、カラ騒ぎの5幕17場から題材を厳選して、プロットや、構成の単純な、序曲と2幕2場からなる、小規模なオペラを作っている。ベアトリスとベネディクトは、ベルリオーズの辛辣な基地と、健全なユーモアを実証するものである。 微妙な真理の駆け引きを交わす、恋人たちの若々しい輝きに縁取られた、この音楽は、繊細な味わいと、みずみずしさ、それにきらめく陽気さを備えている。ロマン派の音楽を表した、R.M. ロンヤーによれば、ベアトリスとベネディクトは、彼の最後のオペラであるが、最良の伝統における器用なオペラコミックであり、 舞台の限界に最もよく適応したベルリオーズのオペラである。音楽での別れの挨拶として、これはベルディのファルスタッフに必すべきものであり、優しく謎めいたユーモアを持つ傑作として、ベートーベンの作品135の四重奏曲の最終楽章にも匹敵するものである。ベルリオーズが芸術的に最も影響を受けたのは作曲家たちよりも、 シェイクスピアからであったと思われるが、その影響を直接的に表した作品とも考えられる。ロマン主義はしばしば虚無主義に行き着くと言われる。フランスロマン主義音楽を代表するベルリオーズであるが、恋愛に苦しみ続け、社会から孤立し、打ちひしがれた晩年の虚無的な心境を表している。時代に先行したため、同時代人の無理解に苦しんだベルリオーズのオペラであるが、 21世紀に至って上演回数は英語圏を中心に増加している。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、バルブホルンに、ナチュラルホルンに、バルブトランペットに、コルネット1、トロンボーン3、ティンパニ、オーダイコ、シンバル、タンブリン、ギター、ハープに、ゲン部。アルフレッド・エルモアによる、カラワ・ギアラゴンの王子であるドン・ペドロは、ムア人に対する、 軍事的勝利し、シチリア島全島を挙げての祝祭ムードで、彼の帰還を待っている。その勝利の後、ドンペドロは、メッシーナを訪問しているのである。彼は二人の友人や仲間の兵士であるクラウディオと、ベネディクトと一緒である。ドンペドロたちは、メッシーナの知事であるレオナートと、彼の娘エロを、名のベアトリストによりに出迎えられている。 エローは婚約であるクラウディオの無事と彼の活躍への報酬を伴った期間を待っている。ベアトリスはベネディクトに色々話を聞いたり、ベネディクトの功績の前には、アレキサンダー大王やシーザーの偉業も霞むわね、などとあざけったりする。彼らは以前会っている間柄なのだが、お互い侮辱し合い、なじり合う。ベネディクトは自分が結婚しないことを彼の友人に誓う。 その後、クラウディオとドン・ペドロはベネディクトを騙してベアトリスと結婚させることを企む。レオナートは話がベネディクトに聞かれていることを知りつつ、ベアトリスがベネディクトを愛していることをペドロに保証する。それを聞いたベネディクトは、ベアトリスの愛が報われない結末にしてはならないと考え、そのため彼は彼女にアプローチすることを決心する。 ベアトリスに愛されていると聞かされ、舞い上がったベネディクトは、ロンド、彼女を愛そうを歌う。一方、別の場所では、エローと彼女の付き人である、ユルシュールは、ベネディクトは、今密かに、ベアトリスと恋していると思わせ、ベアトリスに、同様の罠にはめることを企む。エローは、クラウディオと一緒になれる幸せに感動し、ユルシュールと、女性に重層の美しいの口ちる 澄み切った、静かな夜を歌って、幕となる。レオナートは、棚上げになっていたエローとクラウディオの結婚を祝う、ために、仮面舞踏会を開催する。宮廷学士であるソマローネが、夜の結婚式のために皆に、合唱の指導をしている。人々のさざめきの中で、ソマローネは、即興の歌、白草のワインを歌う。自分がベネディクトに恋してしまったことに気づいた。 ベアトリス以外は皆、おののに楽しんでいる。ここで、ベアトリスがありや、ああ、なんということを聞いてしまったのかしらを歌う。エローは、ユルしューるを伴って、結婚しようとしている、花嫁の幸せを歌っている。ベネディクトが現れ、ベアトリスと会話を交わすが、お互い自らの愛情を隠し、素直に表現できない。やがて交渉人が現れ、 クラウディオとエローの厳かな結婚式を挙げる。そして、レオナートは計画した通り、ここには別のもう一組のカップルがいるはずだから、前方に来るようにと求める。ベネディクトはベアトリスに、彼の愛を宣言するために勇気を振るい起こす。二人は、お互いが全く愛していないことを確認し合い、結婚するのはただ同情と、哀れみから。 お情けで結婚してやるという強い気持ちを伝える。二人は結婚式の契約に署名し、結婚した男、ベネディクトここにありとひょうきんな必要さを帯びた、皮肉な歌が大合唱される。ドラマは、今日は、急戦に署名しよう、明日は再び敵になるでしょうの言葉で終わる。序曲と、大一幕、約十四分、大二幕、約十六分。計 1> 約1時間40分。ありがとうございます。